中3で5教科オール2の息子を持つ母です。自分は公立高校からストレートで国立で行きましたが、あまり勉強せず寝てばかりいたので、息子への助言の仕方がわかりません。理解力も記憶力もない息子に進学将来の方向性をどう示せばいいと思われますか？とりあえず高校に入る続ければ良いと言って良いですかね？まあ別にいいんじゃないですか？そんなに多分勉強に興味がないんだと思うんですよね。で、勉強に興味がないんだったらそれでいいと思うんですけど、ただなんか、ゲームが好きとかだったらゲームメーカーに入りたいとかで、じゃあそのなんかスクエアエニックスに入ってるちょっと4大卒の人がなんか6割でしょうとかだと、じゃあ4大行った方がいいよねとかってあったりするので、なので自分が好きなものっていうのと、そのために何をすべきかっていうところをつなげて、じゃあ勉強が必要だよねっていう形に持っていくといいんじゃないかなと思います。というわけでお疲れ様でした。